アンネリーゼ・ミシェルは1975年にカトリック教会の悪魔払い儀式、エクソシズムを受けたドイツ人の女性で、この年の翌年、1976年に逝去した。この事件で行われた悪魔払いの儀式は400年前の儀式書によるもので、そのいくつかは18世紀以来滅多に見られないものであり、このようなカトリック教会の異例とも言える決定が、 マスコミの注目を浴びた。映画、エミリー・ローズはこの事件をモチーフとして取り入れている。精神医学の世界ではこの事件を精神障害の誤認、怠慢、虐待、そして宗教的ヒステリーの一例として挙げられている。なお、儀式の最中、アンネリーゼに取り付いたとされる悪魔はカトリック教会の重要な問題について様々なことを語ったとされている。アンネリーゼ・ミッシェこと、 アンナ・エリザベート・ミハイルまたは、アンネリーゼ・ミハイルは1952年9月21日に、旧ドイツ連邦共和国、バイエルン州、ライプルフィングのカトリック神徒の家庭に生まれた。アンネリーゼは、ヨゼフとアンナ夫妻と3人の姉妹たちの下で育った。彼女はとても信心深く、教会のミサに週に2度、通っていた。ミッシェルは16歳の時、激しい痙攣に悩まされ、 即答要転換であると診断された。1973年、アンネリーゼは高校を卒業し、ビュールツブルグ大学に進学した。後に、同級生たちはアンネリーゼについて、引っ込み事案だが、とても信心深いと語っている。1970年6月、アンネリーゼは入院していた精神病院で発作を3回起こし、悩まされていた。アンネリーゼは、 この時初めてフェニトイン薬を含む痙攣に効く薬の処方をされた。この薬はクロールプロマジンに類似しており、精神分裂症を含む様々な精神病や精神障害のある行動をする患者に処方されるものである。アンネリーゼは1日の様々な時間帯で悪魔の顔が見えると話し始めた。その同じ月にアンネリーゼはプロペルシア人薬を処方された。 この薬もクロルプロマジンに類似したもので、同じように精神分裂症などの精神病や精神障害行動のある患者に処方される。アンネリーゼの症状は妄想を起こす精神状態だと考えられていた。1973年にアンネリーゼはうつ病の症状になり、アンネリーゼは祈っている間に幻聴がすると訴え始め、彼女が呪われている。 めちゃくちゃ腐っていくという声が聞こえ、これに悩まされた。精神病院での処置でアンネリーゼの病状は回復に向かうことはなく、ますます悪化して行った。長期治療も何の効果もなく、アンネリーゼは医学的治療にますます失望感を募らせた。信心深いカトリック信徒である彼女は、この症状は悪魔によるものだと考え始めた。アンネリーゼは、 キリスト教に関する場所や十字架のような製品に拒否反応を示すようになった。アンネリーゼは親しくしている友人と一緒にサンジョルジョ・ピアチェンティーノへ行った。この地はカトリック教会非公認の聖なる場所であり、アンネリーゼとこの友人はここのような場所を定期的に巡礼していた。アンネリーゼは十字架を通り過ぎることができなくなったり、 聖なる泉とされる場所からの湧水を飲むのに拒否するようになった。これらの様子からアンネリーゼと同行した。この友人はアンネリーゼが悪魔に憑依されていると考えるようになった。アンネリーゼとその家族もそのように確信するようになり、何人かのカトリック教会の司祭に相談し、悪魔払いをしてほしいと頼んだ。その司祭たちはこれを丁重に断り、 医学的治療を続けるよう進め、家族には悪魔払いは死教の許可が必要なことを知らせた。カトリック教会における悪魔払いの公的な許可においては、ある特定の人物が教会で悪魔が憑依している場合に見られると定めた条件に当てはまった場合に、ここで初めてカトリック教会は、その人物が悪魔の憑依によって苦しめられ、悪魔に 支配されている状態だとみなす。十字架のような境界関係のものに対する激しい嫌悪や超自然的な力が見られるのは、悪魔に支配されている状態を示すいくつかの初期症状である。アンネリーゼの身体的な症状は悪化し、自分自身の尿を飲んだり、昆虫を食べる行動をとるなど、自己損傷に向かう攻撃的症状が見られるようになった。 1973年11月には、アンネリーゼに対しカルバマゼピン薬の投与が始められた。これは発作を抑え、激しい持続的な気分の変化を特徴とする、気分障害、典型的な双極性障害の治療に用いられる、気分は安定薬である。アンネリーゼには、彼女が悪魔払いの儀式を受けている期間にも、 抗精神病薬の投与がされており、彼女が死亡する直前までそれらの薬を頻繁に服用していた。ヨーゼフ・シュタング司教、アンネリーゼに対する悪魔払いの儀式を秘密裏に行うことを承認した。アンネリーゼの両親にあった司祭のエルンスト・アルト神父は、アンネリーゼを見るとすぐに、彼女は転換の患者とは似ていないとし、そしてアルト神父は、 アンネリーゼが発作を起こしたところを見ていないと宣言した。アルト神父はアンネリーゼが悪魔に支配されているために苦しんでいると確信し、地元の司教に対して悪魔払いの儀式を許可して欲しいと訴えた。1975年にアンネリーゼが書いた神父宛ての手紙には私には何でもありません。私に関することはべてうぬぼれです。私がすべきこと、 私が解決しなければならない。あなたは私のために祈ってくれる。そしてアンネリーゼは一度、神父にこう言った。私は他の人のために苦しむことを望みます。しかし、これはとても残酷です。1975年の9月、ヨーゼフ・シュタング司教は、被災のアルノルトレンツ神父が、カトリック教会の1614年版日式書に、 基づいて悪魔払いの儀式を行うことを承諾し、ただしこれは秘密裏に行うよう命じた、ノート一連津神父は同年9月24日に悪魔払いの儀式で最初のセッションを行った。アンネリーゼの両親は医学的治療を探すことを止めて悪魔払いの儀式のみに頼ることとした。悪魔払いの儀式の67セッションは1975年から1976年に かけて、約10ヶ月間、1週間に1、2回のセッションが行われ、そのセッションは、最高4時間かかるものだったアンネリーゼは、今日のわがままな若者たちや、現代におけるカトリック教会の廃墟的な、司祭たちのために、死んで償うことについて、話し始め、それは火を覆うごとに増えていった。そして最後まで食べることを拒んだ。1976年7月1日に、 アンネリーゼが自宅で死亡した。その検視の結果報告書によると死因は悪魔払いの儀式が行われたほぼ一年半の間にアンネリーゼが半飢餓状態となったことによる栄養失調と脱水でありアンネリーゼの体重は3 0ラムで連続してひざまずく礼拝をしたことで足のすねは骨折していたアンネリーゼは誰かの手を借りずに動くことができず 肺炎を病んでいたとしている。州の検察官は、この事件の調査をした後に、アンネリーゼの死亡は、その一周前にでも防止することが可能であったと、主張した。州当局は、1976年にアンネリーゼの、両親と悪魔払いの儀式を行った、エルンスト・アルト司祭及びアルノル・トレンツ司祭を、過失致死傷罪で起訴した。この事件が法廷で争われている間、 アンネリーゼの遺体は発掘され、彼女の死因とされた11ヶ月間以上の悪魔払いについて、この儀式を録音したテープが法廷で再生された。アンネリーゼの両親側の弁護士は、エディ・ヒシュミット・ライフネルが担当した。州当局はこの事件の関係者たちを交流せず、両親は十分に苦しんだため免罪されるべきとし、同時に二人の死祭に罰金刑を休刑した。 これは、ドイツ系法典第60条によるものである。裁判は、地方裁判所において1978年3月30日に始まり、大きな関心を呼んだ。この裁判が開かれる前に、医師たちは、アンネリーゼが憑依されてはおらず、彼女が厳しいキリスト教のしつけを受けていたことや、感触が原因となり、それで起こった心理的な効果によるものである、と証言していた。しかし、 アルト司祭から医学的な方面で援助を求められていたリハートロート博士は悪魔払いの儀式中に悪魔に聞く注射はないんだよ。アンネリーゼとミッシェルに話したとされている。二人の司祭たちにはカトリック教会によって雇われた弁護士が付けられ、アンネリーゼの両親側弁護士であるシュミット。ライフネルは悪魔払いの儀式は合法であり、 ドイツ民主共和国の基本法により保護される市民が宗教的信条において行う活動はその制限をされないと訴えた。弁護側はミシェルが悪魔に乗り移られたという彼らの主張を力説するため悪魔払いの儀式中に録音されたテープを再生し時々悪魔が話しているとされる箇所を取り上げた。レンズ神父の証言によるとアンネリーゼに憑依した悪魔は6体であり。 表意した悪魔たちは自ら身元を明らかにして、その中からルシファー、カインとアベル兄弟のカイン、イスカリオテのユダ、アドルフ・ヒトラー、ネロについては特定できたとした。アンネリーゼに表意した悪魔は彼女の口から低い唸り声と呪いの言葉を発したが、ヒトラーを名乗る例はジークハイルを何度も繰り返したので見分けがついたと証言した。アルト神父は 悪魔払いの儀式中に、アンネリーゼの体が危険な状態になったとは一度も考えなかったし、もしそのような状態だと思ったら、直ちに医学的な治療を求めていたと証言し、なぜ医師を呼ばなかったのかとの問いに対し、悪魔払いの儀式は、医学的な諸問題が起きないように行われていることとなっており、そのように進められたと証言した。また、アンネリーゼが悪魔に、 憑依されていると確信しており、司祭たちに悪魔を追い出すよう求めたとも証言した。司祭らは、アンネリーゼが、まさに死ぬ直前、悪魔払いの儀式で完全に自由になったことを、取り上げた。ヨーゼフ・シュタング司教は、自分が悪魔払いの儀式を許諾したとき、アンネリーゼは、健康が危惧される状態だったことを知らなかったと話し、証言をしていない。被告人たちは怠慢による、 過失致死罪として、有罪、6ヶ月の交流、3年の執行猶予とする判決が言い渡された。しかしながら、検察側の休刑は、2人の死罪たちについては罰金刑のみ、両親は犯罪性のみ認めて、休刑はしないとするものだったが、この判決により言い渡された刑は、それより重い量刑であった。カトリック教会が、 このような旧式の悪魔払い認式を許諾したことについてマスコミが注目した。この事件は精神障害の誤認、怠慢、虐待、そして宗教的ヒステリーと位置づけられている。後半後、アンネリーゼの両親は自分たちの娘の遺体を発掘することについて当局に許可申請をした。両親によって当局に提示された表向きの理由は、 アンネリーゼの埋葬が不当に殺急で使用した棺が安いものであったためとしていた。埋葬して約2年後の1978年2月25日、アンネリーゼの遺体は鈴で裏打ちされたオーク材の棺に収め直された。これはアンネリーゼの両親が南バイエルン州のアルゴイ方面から来たカルメル海の修道女より自分が見たビジョンによると あなたたちの娘の体は腐敗を免れている状態であり、それはこの事件が超自然的な出来事であることを記すものである。と告げられたことから行われたものだった。これについて当局は、その遺体には一貫して腐敗が進行している兆候が見られたと発表している。被告とされた司祭たちは、アンネリーゼの遺体を見ることを思いとどまった。アルノルド・レンツ神父は、 自分が、イタ安アンチ室に入ることを拒否されたと話している。このアンネリーゼ・ミシェル事件について、その詳細を描いた本が2冊出されている。1冊は、コゼ・アントニオ・フォルテア神父、ローレンス・ E ・ジェイ・ユール・ブランによる、アンネリーゼ・ミシェル悪魔憑依事件の真相で、もう1冊は、フェリチタス・ D ・グッドマン博士による、アンネリーゼ・ミシェルのエクソシズムである。また、エミリー・ローズのエクソシズム。 レクイエム、アンネリーゼ、エクソシズムテープなどの映画やドキュメンタリーも制作されている。これらの映画には制作上の創作が数多く細部に入れられているが、これとは別にアンネリーゼ・ミシェルの悪魔払いの儀式中に録音された音声テープが数多くある。これは後年、世紀のルートではなくリーク情報として一般に流通したものである。これらによって 事件の詳細がさらに明らかにされていった。アンネリーゼの墓標には近隣の人々がお参りに来るようになり、アンネリーゼを巡礼する者たちにとって、この墓標はその目印となった。イエズス会の司祭で、精神会のウルリヒヒニーマン神父は、この悪魔払いの儀式に関する事件について、ワシントンポスト紙に次のように話している。医師として私が言うのは、 悪魔に体を乗っ取られるということはないということです。私の見解では、これは、精神障害です。私は悪魔に憑依されたとされる方たちと祈ります。でもそれだけでは助かりません。精神科医として、悪魔に憑依されたとする方たちを扱わなければ、いけません。しかし同時に、この患者が、東ヨーロッパ出身で、悪霊にたたられていると信じているとき、 その人の信念体系を無視することは間違いでしょう。ニーマン神父は自分がエクソシスと悪魔払いであるとは思わないし、1614年の議定書に従って儀式を行うこともないと語った。ヨハネ・パウロ2世は1999年に特殊なケースを除き悪魔払いの儀式を行うことをより厳しく規制した。しかし、ベネディクト16世は 悪魔払いの儀式を全教皇の時より広く支持した。しかし、これにもかかわらず、ドイツにおいては公式に認可された悪魔払いの儀式の数が減少している。これは、アンネリーゼの事件からのことである。エミリー・ローズ、レクイエムそして、アンネリーゼ、アンネリーゼの3本の映画は、アンネリーゼの話をモチーフとして作られている。二0 1三年、 アンネリーゼが住んでいた家が火災で焼け落ちた。地方警察によればこれは放火であるとされているが、地元の人々は、これは悪魔払いの事件によるものだと考えた。中学、ハット・ミチェルのドイツ語発音は、ミハエル・ミハイルだが、このアンネリーゼ・ミシェル事件は、アメリカの映画、エミリー・ローズの題材となって、大きな話題を呼んだ当時、フランス語での発音、ミシェルとして、大きく伝えられた。 そのため、アンネリーゼ・ミシェルが多くの呼び名となっている。ありがとうございます。